好きです。チャンネル登録待ってます。毎日18時30分公開、東京ときめきチャンネル。どうも、コンプレックスレポーターの矢島彩人です。今回は元カノに未練があるという方からのリクエストで、こんな質問をどうぞ。20歳学生です。できないです。別れちゃったら連絡立っちゃうことが多いんで、もう連絡取ることがない限りは無理かなって思ってます。別れた時にはもう友達にもならない。ならないです。ちょっと未練があるなっていう人はいますか？いますね。その人からもし突然やり直さないかとか言われたらどうですか？ちょっと考えるかもしれないです。21歳の大学生です。付き合えないです。嫌いとか合わないところがあって別れた人だから、多分また付き合っても別れちゃうかなって思っちゃう。今まで付き合った人の中で別れなければよかったなっていう人はいませんか？いないです。嫌いと相手には未練とかそういうのないですか？ないです。全然。急に LINE で会おうよとか言われたら？でも会うのは全然あり。友達は全然いけるけど付き合うのは無理か。21歳と25歳です。いや、わかんない。できるかもしれない。その人によります。今までの元彼で可能性ある人とかいます、ね、います、います。その人からやり直そうって言われたら考えます。時と場合で。できないです。なんでできないんでしょう？いい別れ方してないから。どんな別れ方？お互い好きな人ができちゃったり。じゃあ今まで付き合った元彼でも可能性はない？いないかもしれないです。15歳の高1です。え、復縁ってことですか？今までそういった経験はある？きっかけはどういうふうに？やり直そうみたいな。相手から？うん。やり直そうって言われた時嬉しかったですか？うん。21歳の学生です。場合によります。今までより戻した経験っていうのはありますか？あります。どうやってより戻したんでしょう？離れてみて必要だなって思ったからですね。お姉さんからアプローチした？お互いですかね。20歳で大学生です。20歳の大学生です。できます。できます。できます。ちなみにそういった経験は？あります。あります。どういったきっかけでまたよりに戻そうと思いました？もともと自然消滅みたいな感じだったんで、また連絡して戻りました。その彼とは今も続いてますか？いや、もう友達です。仲良しのお友達になりました。無理です。今までそういった経験はない？ないです。もしより戻してくれって言われたらどう思います？状況によります。考えます。駒澤大学の1年、駒澤のミスター5番やってます。元カノとまた付き合えますか？付き合えないです。そこで和解しちゃったらきっと友達になっちゃうから。でも友達になれるんだったらその後また仲良くなったりとかならないですか？多分その時の好きと今の好きって絶対変わると思うから、自分は友達でいると思います。18歳で学生です。18歳学生です。これは無理です。もう一回そうなったら嫌いに なりますね。対象ではなくなります。未練とかないですか？ないですね。もうそこでもう結構嫌いになっちゃう。またやり直せないっていうアプローチでも断っちゃう。これ結構もう無理ですね。それできます。今まで経験でありました？最近なんですけど、ちょっともう一回なんか復縁したいみたいに言われてて、で振りました。その子じゃない子が良かったんですよ。すいません。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか。スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク。ハミングス。